では山本周五郎の短編集「梅雨の日沼から表題作「梅雨の日沼を朗読します「梅雨の日ぬま」。 その土地の本来の名は佃町というのだが大抵の者のがアヒルと呼んでいたそこは深川の南の端で海との間に広く足原や湿地が広がっており晴れた日には海の向こうに上総から阿波へかけての山や丘を眺めることができた。北側は堀で 蓬莱橋というのを渡ると永代門前町になりびっしりと立て込んだ柳の彼方に深川八幡の高い屋根や境内の森の梢が見えるその界隈には中町櫓下松本町など料理茶屋や丘場所が多くまた川向こうとは違った駅で知られた羽織芸者などもいて深川では最も繁華な町であった。 通称アヒルと呼ばれる佃田町はその繁華な町と堀一つ隔てているだけだがいかにも地外れの感じで足や雑草の生えた中に三四十頭の家が不規則に建っており空気にはいつも潮の蚊が強くにっていたアヒルは土地の通称であると同時にそこにある商家の呼び名でもあった 中町や松本町からあふれ出たものがいつかそこへ根を下ろしたのであろう家数は絶えず増減しているが多くても二十軒にはならなかったし少ない時には六七軒になってしまうこともあったこれらの中で蔦屋だけが動かなかった主人は女で名はお富といい年は三十二になる 元新吉原で稼いでいたという噂もあるが真偽のほどはわからない体の肥えた丸顔のおっとりとした性分でちょっと見たところでは商家の女主人などとは思えないような落ち着きと応用さが感じられた見かけばかりでなく全体として彼女は応用な性分であったが真にはびっくりするほど打算的で冷静なきついところがあり 一例を挙げると決して男を寄せつけなかった蔦屋を始めた頃お富のとこへ一人の老人が通ってきたせいぜい月に一度か二度必ず何かしら手土産を持ってきて一時ばかり静かに酒を飲むと帰っていったその老人がお富を車から引かせ蔦屋の店を出させたのだと言われていたが これも事実かどうか不明だったしその老人が死んでからはもう5年以上にもなるのに一人の男も近寄せなかった親類もあるのかないのかそれらしい人間の出入りもないただ去年あたりから月に一度くらいの割でどこかへ出かけてゆき時には泊まってくるようになったどこへ行くのかわからない 女たちは初めよそに男がいるのだろうと思い次には男を買いに行くのだということに決めていたそれはその外出がいつも毎月のことの前後に当たっていたからであるがこれもまた女たちの想像であって確かなことはわからなかった私は浮気者やだらしのない女は置かないよ。 とおは言っていた少しぐらい器量が悪くっても頭のいい締まりのある女でなければダメさこれは商売なんだからね客を気持ちよく遊ばせて深入りをさせず長続きのするなじみを作るには頭がよくて起転が利かなければいけないそれには銭金に締まりのあることが第一さ浮気者やだらしのない女は 自分の好き嫌いで客を振ったりこっちから惚れ込んだりするしすぐひもつきになったりして結局いいなじみ客ができないというのであった蔦屋には今女が4人いる25になるおひろ21歳のお吉二十歳のおぶん同じ年のおけい という顔ぶれであるが4人とも女主人とどこか共通点があって蔦屋は他のどの店よりもうまい商売をしていたお広は一番年長でまた最古参でもあり常に5人か6人のいいなじみ客を持っていて年が老けているのに誰よりもよく稼いだ店へ入って1年ほど経った時 おが武家の出であり病身の夫と子供が一人あるということを知ってお富はちょっと首をかしげたそういう素性の女はお富には好ましくなかったのであるがしかしよく稼ぐのは仕送りをする必要があるからでそのために客も大事にするし始末もいいとなれば文句はなくやがてすっかり お披露を信用するようになった他の三人はさして特徴はないお吉は肥えていて陽気な方だしおぶんは少しばかり陰気でおとなしい一方だったお慶、OK、は利口で軽口がうまくいつも巧みに客の票をしてはみんなを笑わせるという風であったお富は彼女たちにほぼ満足していた よその店ではしばしば女に逃げられたりひも付きの女を置いてからき目にあったりしたが蔦屋ではそんなことはなかったお富は女たちを大事にしたどの部屋もきれいに道具をそろえてやり食事も需要のあるうまいものを食べさせまた病気の予防にはうるさいほど気を配って常に注意することを怠らなかった その洪水のあった紀上猿の年にはさすがのたやにも嫌なことが重なったまずお富が腸を病んで春先から夏いっぱい寝たり起きたりしていたしようやく彼女がばらいをするとおぶんの家に間違いが起こりそのために今度はおぶんが20日ばかり寝るようなことになったおぶんの兄のますじが 病気の父親を殺し自分も大川へ身を投げて死んだのである屋根屋の職人だった父は3年前に卒中で倒れ半身不随のまま療養してい升い路は生まれつき片足が不具であった右の足がえてしまって12歳まで一人で歩くことができず杖を使うようになってからも隣町まで往復するのが精一杯であった。 また彼は神経質なわりに不器用なたちで自分は半木職人になるつもりだったし随分熱心にやっていたが思うように腕が進まず感んを起こしてよく半木を叩き割ったり道具を投げて泣くようなことがあったこういう事情は誰も知らなかった女主人の乙女でさえほとんど知らずお広だけが 女主人の留守におぶんから打ち上げられた「今年は年回りが悪いらしい」とお富が床払いをした時に言った「おまけに来年は役だから店が暇なうちに厄よけ参りに行ってこようかね」それからすぐにおぶんが倒れたのだが20日ばかりたちおぶんの落ち着いた様子を認めると 同じ土地の女主人たち三人と誘い合わせて「鈍ン様」で知られた神津の国太田の大公院へ参詣に出かけた「頼むわよ」と乙女はお金と帳面をお広に預けて行った「行き帰り七日か八日」「遅くも十日目には帰るつもりよ」「いいわね」こんな時にはお広の武家出ということが。 頼みになるらしい。おろは女主人の目を見つめてはっきりとうなずいた2凌介が来たのはお富が出かけた日の夜10時過ぎのことであった7月中旬で暦の上では秋だが まだ夏枯れが続いていて客もあまりなくおぶんは友部屋でおひろと話しながら肌着の繕いをしていたそこは縦に長い六畳で女たちが食事をしたり休んだりまた泊まり客のつかない時に寝たりなどする共同の部屋であった客を送り出したおけいが薬湯を使い着替えた浴衣の帯を締めながら友部屋へ入ってきた時 後ろからお吉が追ってきて縁日へ行かないかと誘ったお吉は構わず鏡の前へ座りお吉も不決断に入ってきて窓のところへ横座りになった「今帰ったお客ったら」とおいは鏡の蓋を取りながら言った「もっと勇気って髪の根まで探ってみなければ機嫌がいいのか悪いのか見当もつかないような人よ」へ「へえ!?」 と吉が言った。そうするとつまりどういう人なのおいは返事をせずに目の隅でおぶの方を見たお宙は串の手入れをしておりおぶは針を動かしていた「あんたそんなことしてていいのおぶんちゃん」とおいが言った「まだ顔色だって本当じゃないのに寝ていらっしゃいよ大丈夫よ」 当分は微笑しながらおけいを見た病気じゃないんですものもうねくたびれちゃったのよお吉が不意に思い出し笑いをした「ねえこの前の人なんだっけ?」とお吉がおけいに言った袋の中へぎっちり砂利を詰めたような人だった気かしらそうだったわねあの人本当にそんなふうな人だった私笑っちゃったわ おいはしらけた顔をした。顔をおひろはぶんと何か内緒話をしていて自分が来たのでやめたこと自分たちがいなくなるのを待っているのだということがおひろの様子で分かったからであるおいはざっとおしろいをはたくと「縁日へ行こうか」とお吉に言ったお吉はすぐに立ち上がりおひろに向かって 不動様まで行ってきていいかと聞いた。お昼は、あまり遅くならないように、と、二人の方は水に答えた。おけいは横目でお昼を見、お吉と一緒に黙って出て行ったが、土間へ降りてから、姉さん、お店が空になりますよ、と声高に言った。おぶんはしばらくして、そっとお昼を見た。 おけいちゃん、どうかしたのかしら。おひろは今日もないという顔で、おっかさんは、早く亡くなったのと聞いた。あたしが七つの時。それからお父さん、ずっと一人だったの一度もらったのよ。いい人だったように思うんだけれど、とおぶんは、 針を動かしながらゆっくりと言った。兄さんがそんな風だし、お父さんってひどい小煩悩だったから、あたしたちのことでうまくいかなかったんでしょう。それに、貧乏だったしね。おひろは櫛を片付けて、それから独りごとのように、いいことないわね、とつぶやいた。 いいことないわ、とオブンが言った。お父さんも兄さんも、本当にいいことってなかった。山本修五郎短編作品集、梅の日沼、第1回。朗読はアナウンサーの小野文恵でした。この続きはまた来週。 朗読の時間です山本修五郎短編作品集梅雨の火沼、ま、第二回朗読はアナウンサーの小野文恵ですいいことないわとオブンが言ったお父さんも兄さんも本当、うん、にいいことってなかった まるで苦しい思いをするために生まれてきたようなものだったわ油で汚れた手を拭きながらおひろは「あたしなんかバチが当たるわね」と言ったそういう話を聞くとあたしなんかバチが当たると思うわあらどうして親の言う通りになっていれば今頃は武家の奥様でいられたし。 うちのの人だって800国の旗元よ、とおひろが言った「それをお互いが好きだったからしょうがないけれど世間知らずのお坊ちゃんだったうちの人私がそそのかしたようなもんでしょ」「まあ」とおぶんは目を見張った「私その話初めて聞いたわ」おひろは目を伏せ串箱をしまいながら 私も話すのは初めてよ、と言った。武家の出だということだけは言ってあるけれど、詳しいことは母さんにも話してないのよ。だって侍の家に育ったのに、自分から男をそそのかしたなんてこと、恥ずかしくって言えやしないじゃないの。今夜あんたの話につまされてつい口が滑っちゃったのよ。聞かないつもりでいてちょうだいね、と言って、 おひろは寂しげに微笑したおぶんは「ええ」とうなずきそれから思い入ったようにため息をついて「その話をいつかもっと詳しく聞きたいわ」と言った「いつかね」とおひろが言った「もうしぼんじまった花だけれどあんたにゃあ 「いつか聞いてもらうわ」。おぶんが「はーい!」と高い声で返事をした。おひろがびっくりして振り向くとおぶんは膝の上のものを下ろし「お客らしいわ」と言って立ち上がろうとした。しかしおひろはそれより早く「自分が出るからいい,とい,い」と言いおぶんを制して出て行った。 すぐにおひろと客の問答がお分のところまで聞こえてきた。今、女たちが二人とも留守で休んでいる子が一人しかいないから、とおひろが断り、客はあげてくれと粘った。女の帰るまで待ってもいいし、本当は女なんかどっちでもいい、という意味のこと、酔っているらしいが無気な口ぶりで言っていた。 その声を聞いておぶんが立ち上がり部屋から顔だけ出して「姉さん」と呼びかけたそしておひろが振り向くとその目にうなずいてみせたおひろは首を振ったがおぶんは大きくうなずいてみせおひろは不勝不勝に客をあげたおぶんは客を自分の部屋へ案内し 戻ってきてき茶を入れた。「いいのおぶんちゃん」とおひろが不安そうに聞いた「あんたまだ無理よ2人が帰るまで待たしとく方がいいわ」「大丈夫よ」とおぶんは微笑し「それに」と口ごもってまた「大丈夫よ」と弾んだ声で言ったその客が。 「凌介であった凌介という名も年が26だということもそれから3日目の晩つまり2度目に来た時聞いたのであるがこんなところには慣れていないらしく自分で照れている様子や口の重いおとなしそうな人柄がおぶんの心に残った彼は痩せているというより疲れ切った人のように見えた」。 頬がこけてシワがより油気のない髪がパサパサしていたいくたびも洗濯した木綿縮みの一重によれよれの三尺を締め草履も履き古して鼻緒の危なくなっている朝浦であったその夜彼が硬くなって寝ているのでおぶんが遊ばないのか。 と囁くと彼は首を振ってこの月だと乱暴に言った今度来た時だと彼は言ったもし来てもよければだがねあくる日とその次の日 二日続けて雨が降った。そして三日目の夜もう店を閉めようとしていると凌介が入ってきた「嬉しい」と文は彼にささやいた「来てくださらないかと思ってたわ」彼の息はひどく酒臭かった「黙って」無表情な顔で「随分飲んでいるらしいのに」 酔っっているようには見えなかった。「横になりたいんだ」と部屋へ通るなり彼は言った「すまないが先に床を取ってくれ」おぶんはヤグをのべ茶を入れに戻った内緒にはお吉だけがいて「姉さんはお客よ」と言った古い馴染みの材木屋の番頭だそうで 今上がったとこよ。お勤めはあで勘定するんですってよ」とおきちゃ眠そうな声で言った茶を持っておぶんが部屋へ行くと彼は着たままヤグの上へ横になっていた「あがりを持ってきたわ」と分ぶんは枕元へ膝をついていった「寝まきになっておやすみなさいなそれでは風邪をひいてよ」 彼は曖昧に「うーん」とうなりそれから急に立ち上がった手洗いに行きたいのだと言いいおぶんが教えると着物の前を直しながら出て行ったおぶんは浴衣と平けを出しヤグを直した枕が転げているので置き直した時ヤグの下に。 何かあるのに気がついた手で探ってみると長さ一尺三寸ばかりの風呂敷包みだったが触った感じでおぶは眉をひそめた「あれだわ」とお分は包みを指で触りながらつぶやいた「これがあれこれはあ口く そうよ、よ。これは口よ確かにそうだわおブンは包みを取り出した色の冷めたコンモ面の風呂敷包みは重たくゴツゴツしていて中に何が包んであるかよくわかったおブンは立ち上がりタンスの下の引き出しを開けた そこには着古した浴衣やれなどが入っている。オブンはその包みを歯切れの下へ隠しその上へ古浴衣を重ねて引き出しをきっちり締めた彼は吐いたらしい戻ってきた顔は白く額には汗が吹き出ていたおぶは置いてあった茶を取ってやり「波の花を持ってこようか?」 と聞いた彼は黙って首を振り窓を開けてその茶でうがいをした「水をもらえるかええ」当分はうなずいた「着替えてちょうだい」「休んでからだ」彼はヤグの上へ横になったがすぐにパッと跳ね起きた弾かれたような動作で跳ね起きヤグの下へ手を入れて オブンの方を睨んだ白くこわばった顔にはほとんど恐怖に似た表情が現れその目は怯えたように揺らいだ「大丈夫私が預かったわ」とオブンがなだめるように言った時々見回りが来るのよそこでは危ないと思ったから。 このすえしまっておいたわ彼の肩がゆっくりと落ちた緊張のほぐれてゆくのが見えるようで彼は「友達のものなんだ」とつぶやくように言い財布を出して決まりの花代をおぶに渡したおぶが彼に着替えをさせてから水を取りに行くと おが客を送り出したところでおきちが店を閉めていた雨のあとのせいかひんやりとする夜であった彼は仰おむけに寝ていたがおぶんが横になってしばらくすると「前にもこんなことがあったのか?」と聞いた「前にって?」 ああいうものを預かったことが前にもあったのかええ当分はうなずいたあったわなじみだったのか三たびか夜たびくらい当分は陰気に答えた夜たびくらいねもう四十近い年の人だったわ彼は口をつぐんだ やがて眠ってしまったかと思いおぶんがそっとかけやぐを直してやると目をつむったままで「そんな客に出るのは嫌だろうな」と言ったおぶんは「そうね」としばらく考えていた「そうね」と少したっておぶんが言った いやっていうより、身につまされるようよ。怖くはないのかわからないわ、と分はが答えた。別に他の人と変わったようには思わないわね。怖くはないんだな。女しようよ。 おは言ったこういうとこへ来る人ってみんな同じような感じよ言うことやすることは違っていてもみんなどこかしら一りぼっちで頼りなさそうな寂しそうな感じがするわだからこんな私たちみたいなもののとこへ来るんじゃないかと思うの。 俺はあんなような道具を持ってる人間のことを聞いてるんだおブンは黙ったよくわからないけれどとややしばらくしておブンが言った世の中には運のいい人と悪い人があるでしょ運のいい人のことは知らないけれど運の悪い方なら 十杯にも詰めきれないほどたくさん知ってるわそして男の人が破れかぶれになるのも自分の罪じゃなくてほかにどうしようもないからだっていうことを知ってるわだからそうねそんな人に会うと怖いっていうよりも泣きたいような気持ちになってしまうわ 彼「おしんと黙ったオブンは決まり悪そうにこんなおしゃべりしたの初めてよ」と口の中でつぶやいた彼はかなり長いこと息を潜めていてそれから「おぶというのは本名か?」と聞いた「ええこのうちではみんな本名よ」 「俺は『す介』って言うんだ」と彼は言ったおぶんは「そう」とつぶやいた朝になって帰るとき彼は「すまないがあれを預かっといてくれ」と言い顔を背けるようにして去った いつもはそれからひと眠りするのだがその朝はもう横になる気にならず自分の部屋を片づけた後買って行ってつくねてあるゆうべの汚れ物を洗ったりそれから通いでくる飯炊きのお金ばあさんの来る前に釜へ米を仕掛けたりした午後になっておけいに銭湯へ誘われた時お昼に呼び止められた ちょっと話したいこととがあるというのでおけえとおきちの2人は出て行きおぶんは残った「今日も涼しいわねこのまま秋になっちまうのかしら」おひろはとも部屋へ入って行きながら心細いというような口ぶりで言ったそして火鉢にかかっている湯がまの加減を見茶道具を出して 二人分の茶を入れながらおぶんの方は見ずに「夕べの客のことなんだけど」と口ごもりふいっと目を上げて「あんた好きになったんじゃないの?」と聞いた「さあ」とおぶんは首をかしげた「あの人商売は何なの?」 お盆はまた「さあ」と言ったし彼とは二度しか会わない「亮介」という名も夕べ初めて聞いたのだしどんな職を持っていたのかも知らないしたがって好きになったかどうか自分でも判断ができなかった おひろはそれが危ないのだと言ったこれまでそんなことはなかっただろうし今度だって好きでなければ好きではないとすぐに言えるはずであるどちらとも判断がつかないというのは心の奥で好きになりかかっている証拠なのだとおひろは言ったそうかしら当分は陰気に 私、ぼんやりだから、わからないけれど、おぶんちゃんとおひろが言った。ここのうちでは、客に惚れることは、はっとになってるわね。それは、商売のためでしょ。おぶんはうなずいた。私は、商売を離れて言いたいことがあるの。とおひろは言った。 こういうところへ来る客には真実がないってことあんたも知ってるでしょあの人たちに真実がないとは言わなくってよけれどもこういうところへ来るときは普通じゃないわ仕事がダメになったとか家にごたごたがあるとか仲のいい友達と喧嘩別れしたとか行く先に望みがなくなったとか それぞれぞ訳があってやけのような気持ちになってることが多いわだから遊ぶことは二の次ねむやみに威張るとか甘えるとかダダをこねるとかするでしょういつか私の出た客で「子守唄歌歌ってくれ」っていう人がいて「私一晩中知ってる限りの子守唄歌歌ったことがあるわええ」当文がうなずいた。 私その時のこと覚えてるわその人を私の腕枕で泣き寝入りに眠ったわとお披露は続けたみんながみんなとは言わないけれど大抵の人が体か心かどっちか傷つくか病むかしていて他では気も紛れず慰められもしないのねこういうところの 私たちみたいな女、行ってみればどん詰まりの世界へ来て、初めて息がつけるらしい。ちょうど嵐に会って壊れかかった船が、風よけの港へよろけ込んでくるようなものよ。そう、ちょうどそんな風なんだと思うわ。おぶんはゆっくりうなずいた。 あの人も壊れかかった船のようだ。良介というあの男も。やっぱり嵐にあって壊れかかっている船に似ているとおぶは心の中で思った。港にいるうちは船は港を頼りにするわ。とお披露はまた続けた。けれども嵐が静まり壊れたところが治れば。 出てて行ってしまうそうして港のことなんかすぐに忘れてしまうものよ。ほんとあたしよく知ってるわ。真実だと思うのもほんの一時のことよ。梅雨のあるうちの朝顔で梅雨が乾くと花はしぼんでしまう。あたしとうちの人の中だって。 同じことだわ。お盆は目を上げたお昼は茶をすすりどこか遠くを見るような表情で「そうよ」と低く言ったお昼は話した彼女の夫は八百石の旗本の跡取りであった彼女もれっきとした武家の娘で親たちの決めた 言い名付けがいた彼女は許嫁を嫌い夫と一緒になれないなら死ぬ方がいいと思ったこんなことはありきたりで決して珍しくはないしかし彼女は真剣であった思う人と一緒になれないくらいなら本当に死んでしまおうと覚悟を決めそのことを相手に告げた相手も同じ気持ちで それなら一緒に逃げよう「とおひろが言い二人は家を出奔したそれから二年足らず二人は江戸の隅を転々しながら夜も昼も酔ったような気持ちで過ごした「丸二年とは続かなかったわね」とおひろは思い言ったようにため息をついたそう。 酔っているような楽しい暮らしは一年半とちょっとだったわ。持って出たお金がなくなり、あたしに子供が生まれると、たちまち明日の米をどうするかということになったの。町人なら実家へ詫びを入れることもできる。だが武家では断じて許されない。居所が見つかれば連れ戻されて尼になるか。 悪くすれば自害させられるかもしれない夫も自分も世間を知らず金がなくなった後は売れるだけのものを売って暮らした自分の紙道具はもちろん夫の刀まで売ってしまったそして夫が病気になった老害という診断で 高価な薬と需要のあるものを食べさせなければならないどうしたらそんなことができるかどうしたら夫は死のうと言った自分も死ぬ方がいいと思いけれども子供が不憫で死ぬ気にはなれなかった死ぬつもりなら何でもできるそう思ってここへ入ったのよ お披露はまるで歌うような口ぶりで言ったそれからもう足掛け5年月々の仕送りだけはしているけれど初めの2人で家出をした頃のような気持ちは残ってはいないわ今私とうちの人をつないでるのは月々の仕送りだけと言ってもいいくらいよおぼんちゃん どんなに真実思い合う中でもきれいで楽しいのはほんのわずかな間よ。梅雨の日沼の朝顔ほんの一時のことなのよ。おぶんは黙ってうなだれそれからそっとこっくりをした。お昼はどこを見るともないような目でぼんやりと向こうを見つめた。 間もなくおきえとおきちが帰ってきたのでおひろは「またこの次にしましょう」と話をやめたがおかしなことには話を聞いてから帰って涼介のことが深く自分の心に残っているのをおぶんは感じ始めた「壊れかかった船」というおひろの言葉がそのままに当てはまるように思えた。 預かっているあの道具が目の先にちらつきあの道具を渡せば彼は沈んでしまうそれであの人は沈んでしまうと心の中で繰り返しつぶやいた今度来てあれを持っていくと言ったらどうしようおぶんは胸が塞がるように感じた 凌介の来るのが待ち遠しく同時に来なければいいとも思った彼のことは何も知らないが道具を預けていったのは一応思い直したからであろう思い直して真面目な職に就けたとすれば当分は来ないに相違いないしばらく来なければ真面目な職に就いた証拠だ どうぞ来ないように」とおぶんは心で願った了介は中2日置いてきたがその日彼の来る前に嫌なことがあった何からそんなことになったか知らないおぶんが一人遅れて銭湯から帰ると共部屋で おけいとおひろがやりあっている声がし廊下におきちが立っていておぶんに「入るな」というめくばせをした「笑わせないでよ」とおけいのいうのが聞こえたあたしちゃんと知ってるんだから言ったらいいじゃないの。 とおがやり返した。何を知ってるんだか知らないけれど、言いたかったらさっさと言うがいいわ。言ってもいいの言われて困るようなことはないのそしてちょっと間を置いて、意地悪く誇張した声で言った。姉さん。おひろのカッとなるのが見えるようであった。言ってごらんよ。 とおひろが叫んだこんな商売をしていれば人に後ろ指を刺されるようなことの三つや五つ誰にだってあるはずだお前さんそうじゃないのかいお武家育ちにしてはいい短歌じゃないのとおけが皮肉に言ったお武家様の育ちにしてはねなんだってお武家育ちだなんてちゃんちゃらおかしいって言うのよ と計が言った。自分はれっきとした侍の娘うちの人は八百国の旗本の跡取りだってバカバカし笑わせないでよ。それがどうしたのおひろの声は震えた。それがあんたにどんな関係があるの人をバカにしないでって言うのよ。おけいは辛辣に言った。 あんたが武家育ちかどうかぐらい、あたしにはちゃんとわかってるんだから、本当に武家で育ったとしたらね、いくら落ちぶれたって立ちいや言葉つきが違いますよ。おじぎ一つ見たってわかるものなのよ。姉さんはご存じないだろうけれどね。そう、そんなことが言いたかったの。うちの人が、 老害で子供があってとおけいは名を続けた月々ずっと仕送っているってみんな嘘じゃないのおぶけ育ちも800国の旗元も嘘老害の夫や子供のあることも嘘みんな嘘っぱちよ月々仕送りをするなんて言って稼いだお宝はみんな貯めてるじゃないのそうじゃないの姉さん いいわ、とおひろが震え声で言ったあんたがそう思いたければそう思ってるがいいわここであんたは言いまかしたって別に三文の徳が行くわけでもないんだからそうよその方が利口よ口を聞くだけボロが出ますからねそこまで聞いておぶんはそっと廊下を通り自分の部屋へ入った するとお吉が後からついてきて「おけいちゃんってすごいわね」と言ったおぶんは鏡に向かいながら「どうしてあんな喧嘩になったの?」と聞いたお吉は肥えた体を重たそうにそこへ横座りになってささやいたきっかけはつまらないことであったお吉とおけいが 銭湯から帰り共部屋で茶をすすりながらおけいがいつものように客の票をしていた「ゆうべの二人目のお客ったらおかしいの」おけいがくすくす笑い「子供のくせにおかゆの炊き方をおばあさんに教えるようなことするのよ」と言ったすると何が気に障ったものかおろが剣のある声で でたらめもいいかげんにしなさい」と言いおけえが「何がでたらめよと食ってかかりそれからやり合いになったということであった「どうしたのかしら」当分は鏡を眺めながら聞いた「二人ともいい人だしこれまでずっと仲がよかったのに」わけはあるのよ。 とお吉がささやいた《この前あんたが20日ばかり寝たでしょその間におひろ姉さんがおけいちゃんの客を取ったことがあるの》おけいちゃんには客があったし姉さんは知らなかったって言うんだけどそれからおけいちゃんすっかりおかん無理なのよ「そうそんなことがあったの」当分はと息をついた。 悲しいわね。お吉はなお何か言いたそうだったがおぶんはそれを避けるように「火を入れるわ」と言いながら立ち上がったその夜はおきえに一人なじみの客が上がりお吉にふりの客が一人着いただけで10時ごろになると日明かしの客の姿もなくなり 両隣と向こうの店とは女たちが愚痴を言い合いながら表を閉めてしまったその時亮介が来た客を送り出したお吉が彼の来たことを知らせた時おぶんははっとしてお昼を見たお昼は気づかない様子で知らん顔をしていた「ここでは酒は飲めないのか?」 部屋へ入るなり介が言った。「彼はその晩も酒臭い息をしており痩せた青白い顔を背けたまま「できたら飲みたいんだが」とせがむように言い握って持っていた金を渡したおぶんは「少し待っててね」と言って友部屋へ行きお昼に相談した。 渡された金は細かいのを合わせて一部二種あった「あんた飲ませてあげたいの?」とおろはおぶんを見たおぶんはためらうように「わからないわ」とつぶやきそれから「でももしよければ」と口ごもった「酒屋はもう閉まってるわよ」 とおが言った「橋のたもとへ出てるうどん屋へ行ってごらんなさい少しぐらいなら分けてくれるはずよおぶんはすみません」と言った岡場所では原則として酒を出さないのが決まりだったことに蔦屋はお富が嫌いでごくまれにしか酒を出したことがない。 したがって魚の用意などはなかったからおぶんは酒と一緒にそのうどん屋で卵を二つ買って帰ったそして一つをいり卵にし一つを汁にして缶をした酒と一緒に部屋へ持って行ったうちでは酒は出さないしきたりなのとおぶんは禅を置きながら言っただからお魚が何にもないのよ 私のいたずらでおいしくはないでしょうけれどごめんなさいすまないとりょうすけが言った魚なんかいらなかったんだありがとうおぶんはかんどっくりを持った彼は黙って飲んだおぶんの方は一度も見ず時々荒い息をしたり 何か荷物でも背負っていてそれを振り落とそうとでもするかのように骨張った肩を幾度も振った「あんた」とオブンが切なくなって呼びかけた「あんた止まっていくんでしょ?」彼はびっくりしたように「え?」と言って目を上げた突然脅かされたような表情で ししかしすぐに「いや。」と首を振った「いや。」と彼は言った飲んじまったら「帰るよこんな時刻に?」「もうすぐ四つ半になってよ」「今夜は帰るまたいつか来るよ」おぶんは息を詰めた彼をじっと見守りながら しばらく息を詰めていてそれから思い切ったように言った「あんたあの道具を持っていくのね」 6凌介の体がピクッと引きつった彼は動かなくなり持っている杯を見つめてやがて荒く息をしながら「やってみたんだ」と低いうめくような声で言ったこの間の晩お前の話を聞いて な,んとかならねえものかと思ってあれから3日問い回ってみたんだ」と彼は一言ずつかみしめるように言った「けれども駄目だったお前の言ったように俺には運がないんだこれまでずっとそうだった」 今さら飛び回ることはなかったんだ。ねお願いよ、と分が言った。私に話してみて、膝ともなんとかってことがあるじゃないの。ね話してみて。彼はそっとおブンを見た。怒らないでね、と分は言った。私、 あんたが自分の兄さんのように思えるの初めての晩私休んでいたのよ姉さんがそう言ったでしょ私具合を悪くして20日ばかり休んでいたのだけれどもあんたと姉さんの話すのを聞いていてあんたの声が私の兄の声にそっくりなので姉さんに出るって言ったのよ その「ことは覚えてる。こんな商売をしているのに兄のような気がするなんて言っては悪いけれど涼介は強く首を振って「バカな」と分ぶんを遮った「そんなことがあるか」「俺は俺は押し込みコとをやろうとしている人間だ」と彼はしゃがれた声で言った。 この,間の晩、あんなに親切にされなければもうとっくにやっていたんだ私親切になんかしなかったわあの道具を隠してくれてそれから運の悪い人間のことを話してくれた押し込み強盗のような人間でも怖くはない身につまされて泣きたいような気持ちになるって。 あんふうに親身に言われたのは初めてだ本当に初めてなんだ本当なんだ了介は持っている杯の縁を片方の手の指でこすりながら不器用な口ぶりで話し出したいかにも不器用で自分でももどかしそうな話ぶりであった 亮介は品川の漁師の子に生まれた彼が4歳の時父親が沖で死に母は彼を連れて再婚した義理の父は軽子で10歳を頭に5人の子があり半年ほどすると母は彼を置いて出奔した極端な貧乏と6人の子の面倒を見るのとで精が尽きたものらしい 近所にいた若い人足と駆け落ちをしたということであった義理の父はすぐに彼を追い出し彼は母を探して町をうろついた「俺は5つだったわずか5つだったんだ」と凌介は神戸を垂れたちょうど夏のことで5月頃だったろう。 そんな季節だからまだよかったが冬だったら凍え死んでいたろうと思う彼は拾い食いをしよその物置や軒下に寝ながら秋にかかるまでューを奉公したその間に覚えたことは拾い食いや物乞いをするのは裏棚の方がいいこと犬を抱いて寝ると暖かいことなどで そういうい犬の一匹が彼に懐きそれは彼の倍くらいもある黒縁の大きな野良犬だったが五つの彼にずっとついて歩いたという間もなく彼は麻布志の端で町木戸のバンタに拾われ七つになるまでそこの番小屋で暮らしたバンタは久兵衛といい首にコブのある老人だったが 彼が7歳になると赤坂江の木町の酒屋へ奉公に出したもちろん年季暴行で久兵衛は向こう8年分の給銀を先取りしていたそこの奉公があまりつらいため耐えかねて一度逃げ出したがすぐに捕まり捕まってから初めて彼はその事実を知った「俺は」 つだったが「と言って良介は言葉を切り目をつむった」「杯を持っている手に力が入り指の節のところが白くなった」「たった八つの子供だったが」と彼は目を開いてゆっくりと続けた「その子供の頭でも俺は売られたのだと思った」 売られたのだってな人別のことがあるから年季の明けるまで辛抱したがその時すでに人間も世の中も信じられなくなっていた生みの母親に捨てられ拾ってくれた老人に売られそして酒屋では年季いっぱい容赦なくビシビシと働かされた16の年に酒屋を出て 慶安の世話で青物市場に拾われついで車ゃきになった人も世も信じられなくなっていた彼はどこでも折り合いが悪く次々と職を変え二十歳の時神田大工町の吉川という固定な料理屋へ入りそこで落ち着くことになった吉川の主人は万吉といい 彼が青物市場にいた時買い出しに来て知り合ったのである店は固定だが客筋がよくかなり繁盛していて主人の万吉もおよしという妻も親切にしてくれた夫婦には子供がなく万吉がいた場をやりおよしが二人の子女と店を受け持っていた良介は主人と買い出しに行ったり材料を洗ったり 後片付けやや掃除やまた下足板客の送り迎えなど下回りをせっせと働いた包丁を持つようになったら給銀を決めようという約束だったそれまでは食いぶちぜひ必要な小遣いはやるから遠慮なく言えとも言われた彼はここで落ち着こうと思った 何年かかってもいい板前の仕事を覚えてできたらいつか小さな店を持ちたいそう思って働き続けた主人夫婦は親切にしてくれたが仕事はいつまでも下回りで3年たち5年たち彼は26歳になったそうして彼はふと疑問を持った 夫婦が親切にしてくれるのは彼を食いぶちだけで使うためではないかという疑いである。まさかそんなことが、と思い直してみてもどうにも気持ちが落ち着かなくなり彼は思い切って万吉に当たってみた。万吉は取り合わなかったが彼は粘った。すると万吉は 穏やかな口ぶりで彼には板前になる素質がないと言った「この仕事は勘のものだいくら教えても勘のないものは一人前の職人にはなれないそいつは諦めた方がいい」彼は頭がぼーっとなり「それは前から分かっていたのか」と聞いた。 万吉は「お前わからなかったのか?」と意外そうに反問したそして彼は飛び出した「その晩ここへ来たんだ」と了助は暗い方へ目をやりながら行った一日中町をうろついた永代橋を渡ると潮の匂いがし 品川自分のことは懐かしくなったそれでこっちへ来て門前町で夜になるまで飲んだ自分で酒を飲むのは初めてであったひどく酔って出るとまた潮の匂いに惹かれふらふらと蓬莱橋を渡り海端へ出て足の中へ座り込んだ 父この蔦屋へ来るまで彼は足の中に座ってぼんやりと暗い海を眺めながら自分というものに絶望しすっかりやけな気持ちになった「初めて泊まったあくる日ほら吉川へ帰って球銀をくれと言った」と凌介は続けた主人も女将さんも。 態度が変わっていて払う様子がなかった。それで俺は、組合へ願って出ると言った。すると主人が、明日まで待てと言い、明くる日、一両二分よこした上、これで文句をつけるなら今度はこっちからゆすりで訴えると言った。ゆすりで訴える六年も働いて一両二分。 それを手でつかんで店を出るとおかみさんが後ろから塩をまいたっけ彼はそこで黙り片手の甲で目を拭いた塩をまかれたことで彼は腹を決めたそっちがそうならこっちもと思い素人考えで押し込みの道具を買った それででも二度目にツタヤで泊まった晩おぶんの親切で気持ちが鈍りもう一度やってみようと吉川にいた時の客を訪ねたり桂庵へ当たってみたりしたけれども駄目だった26にもなり手に職のない人間には所詮片堅気な勤め口はありゃしないわかるか と良介はおぶんを見た俺は五つの年から人に踏みつけられペテンを食わされてきた今度は俺の番だこの気持ちが分かるか分かるわとおぶんはうなずいたよく分かってよ良さん 今度こそ俺の番だ。と彼はうめくように低く押し殺した声で言った。こんな世間に未練はありゃしねえ。取られただけを取り返して、あっさりおさらばするつもりだ。無理はないわ。無理はないわよ。当分は指で目を拭いた。 これまでよく我慢した方だと思うわおぶんちゃんって言ったっけなと彼はおぶんを見つめたお前俺がこんな人間でも愛想尽かしちゃしねえのかええとおぶんはうなずいた愛想尽かしたりなんかしやしないわ 当分は言った。私の身の上だってあんたより良くはなかったのよもしも兄が満足な体をしていたら兄だって亮さんのような気持ちになったかもしれないと思うわ兄さんの体ってどこか具合でも悪かったのか生まれつき片足が苗いていて満足に歩くことができなかったんです でも、「こんな話をしましょう」と分は頭を振った「私お酒をつけてくるわ」そして勘どっくりを持って立ち上がった酒の勘をして戻った時おぶは目を泣き晴らしていた彼女はそれを隠すようにしたが目をひどく泣き晴らしていることは涼介にはすぐ分かった。 彼にはそれが答えたらしく衝動的に何か言いかけてしかし言葉が見つからなかったのだろう唇を震わせながら黙って二つ三つ飲んだそのとやがて彼は聞いた兄さんっていう人は今どうしてるんだ死んでしまいました 死んだってどうしてお父さんを殺して自分は大川へ身を投げたんです彼は「あ」という目をしたお父さんは率中で寝たっきり兄は半疑彫りをしていたんです当分はつぶやくように言った足の不自由なものは手が器用だって言うけれど 兄は不器用な立ちで、六七年もやっているのに腕が上がらず、よく感触を起こして悔し泣きに泣いていました。お父さんは治る見込みがないし、自分の行く先にも望みがない。生きている限り、妹の私に苦労させるばかりだと思ったんでしょう。書き置きも何にもなかったけれど、私には、 兄の気はよくわかりましたわ。だって、そ、それじゃと彼はと思った。それじゃお、おぶんちゃんをどうするんだそれじゃお前のこれまでの苦労を無にするようなもんじゃないか私はそうは思わないわ。いや、違う。と彼は強く首を振った。妹のお前に、 こんな苦労をさせて言うんだ。半木彫りがダメだとしても、他に何か職があるだろう。例えばわらじを作り、紙袋を貼ったって、生きていけるはずだ。あんたはそう思うのね。そうでなければおぶんちゃんの苦労がまるで無になってしまうじゃないか。あんまりそれじゃ、勝手すぎるよ。あんた、 本当にそう思って、とお文は涼介の目を見つめ、それから私と口ごもった。私わからないけれど、意地悪なことを言っていいかしら。涼介は黙っていた。お文が。 喉で笑い出した。にわかに感情が高ぶり気持ちが混乱して自分で自分が制しきれなくなったらしい「ククと喉へこみ上げた笑いがそのまま泣き声になるようでなおおろおろと言葉を探し探し行った「私じゃない」「あんたよ」「私はこんなこと考えもしなかった」「あんたが言ったのよ」 今あんたに言われて気がついたのよ。洋さん。そこでおぶんの声ははっきりお悦に変わった。あんたがもしも本当に今のように思うんなら私もおちことはあんたに言いたいわ。俺が何を言ったわらじを作っても紙袋を貼っても生きていけるはずだって。 りょうさん。当分は泣きながら彼の膝をつかんだ。兄が生きていけるはずなら、あんたこそ生きていけるはずよ。あんたには厄介な親もいないし、体も満足じゃないの。歳もまだ若いし、丈夫だし、しようと思えばなんだってできるわ。いいえ。 と文は何か言おうとする彼を遮ったいいえ待って何も言わないで今は何にも言わないで私にも本当はよくわからないの本当はこんな意地悪なこと言いたくないのよでもお願いだから二人でもう一度考えてみましょう 当分のお金なら、あたしが何とかするわ。お父さんや兄さんにする代わりに、あんたにするわ。バカな、そんなことを。バカなことじゃないわ。あんた今言ったじゃないの。兄があたしの苦労を無にしたって。当分は首を振った。そんなら、あんたがなしてちょうだい。あんたなら。 私の苦労がなせるはずよ。ね、考えてみると言って。それがいけなければ、もう一度だけ、あの道具を預けておいてちょうだい。彼は黙ったまま自分の膝をつかんでいるおぶんの手を上から押さえた。 おぶんは声を殺しておえつし、お願いよとささやいた。五生一生のお願いよとささやき、崩れるように彼の膝の上へうつぶした。りょうすけは放心したような目で、上からおぶんを見下ろしていた。 明くる日の午後になっておぶんは彼のことをおひろに話した話したくなかったが前借りの相談をするためには打ち明けて話すより仕方がなかったのであるおひろは明らかに不承知だった「言わないことではない」という顔つきで何度もため息をし「よした方がいいとんだ目に遭うよ」と繰り返した。 そういうのが大抵しまいには紐になるのよ。とおひろは言った。そんな金は母さんは貸しはしないし、あんただってせっかく身軽になったばかりじゃないの。ここはしっかりして自分のことを考えるときよ。おぶんは息を潜めていて、姉さんはお武家育ちだからわからないかもしれないけれど、 といつものゆっくりした口ぶりで低く独り言のように言ったたった五つくらいでおっかさんを探しながら拾い食いをして街を歩いたって犬を抱いて寝ると野宿をしても温かいって言うのよおぶんは畳を指でなでながらべそをかくように微笑したあの人の倍くらいもある犬が 懐いちゃってずっと一緒に歩いたっていうわ五つばかしのちっちゃな子の後から黒縁の大きな犬が「この人が頼みだ」って顔をしてついて歩くのその様子が私には目に見えたわこんなちっちゃな子が何か食べ物をもらうか拾うかしてそれを自分の倍くらいもある犬に分けてやるのよ 一発飼い主らしい真面目腐った顔つきで今こうしていても私にはそれが目に見えるようよ。ねえさんいくら武家育ちだってそのくらいのことは私にもわからないことはないわとおが言った私が言いたいのは女というものがすぐそういう話に負けて 自分から苦労を背負い込むってことなの。「今あんたはその人に打ち込んでいるその人のためならどんな苦労をしてもいいっていう気持ちだろうけれどそりゃ長くは続かないのよほんの一時のことなのよおぶんちゃんあの人に大事なのは今なの今のこの一時なのよ姉さん」とお文が言った。 今その横丁を曲がるか曲がらないかであの人が死ぬか生きるかが決まるのそして私はただその横丁を曲がらせたくないだけなのそれだけなのよ姉さんおひろはため息をつき「しょうがないわね」とつぶやいた2人はお内緒で話していた お吉とお慶は共部屋にいたが少し前に店へ誰か入ってきお慶が出てその人と話している様子だったこっちの二人は気にも留めなかったがその時お慶が急ぎ足にやってきて障子を開けながら「美濃屋の母さんよ」と言った美濃屋というのはこの土地で同じ商売をやっており 女主人はおとみと一緒にドンリュウ様へ行ったはずである。おひろは振り返った。うちの母さん向こうで寝込んでるんですって。とおけいは言った。どんりゅう様まで行かないうちにやみ出して、我慢してたんだけれど、帰りに、建林っていうとこへ回ったら、そこで倒れてしまったんですって。それでいいわ、あたしが出るわ。 美の,の母さんはもう帰ったわと圭が言った花の家の母さんが後に残っているそうだけれど誰かすぐにお金を届けてもらいたいって言ったわお金をその館林までかいもちろんよ館林の武蔵屋っていう宿屋ですって医者の診断では前の腸の病気がぶり返したので少し長くかかりそうだと言ったそうである おぶんはその話を脇で聞きながら、今この時に、と思って絶望した。こんな時に母さんが病気になるなんて、これで涼介の話もおしまいだ。おぶんはそう思い、気の抜けたような顔で二人の話すのをぼんやり眺めていた。すまないけれど、あんた行ってちょうだい。とおひろがおけいに言った。 私は店を頼まれたから出られないわ。縦林と言っても、カゴで行くんだからそう苦労じゃないでしょ。私が姉さん。と、京は驚いたように聞き返した。私が行くの私で、いいのあんたよ。他にいないじゃないの。だって、 とお K は妙な声で口ごもった。だって姉さん私をやってもしもそのお金を持ったまま逃げるってことを心配しなくてしないわとお弘が言った私あんたの性分知ってるものお圭は微笑し「いいわ」とうなずいて顔を背けた。 微笑した唇が歪んで、今にも泣き出しそうに見えた。急ぐ方がいいわ、とおひろが咳立てた。おきいちゃんにカゴを呼んでもらって、あんたはすぐに支度してちょうだい。あたしお金を包んどくわ。そしておひろは立ち上がった。おけいちゃん、どうしたのかしら。どうして泣きそうな顔なんかしたのかしら。そう思いながら、おぶんは自分の部屋へ戻った。 そこにいても用はなさそうだし役に立とうという気持ちも起こらなかった部屋へ入って窓を開け座って窓ガマにもたれながらそろそろお湯へ行く自分ねとつぶやいた生暖かい風がかなり強く吹いており空は重たく曇っていたタカちゃん干し物しまいな と、隣の松葉屋の女が言っていた「風が強くて飛んじゃいそうだし降ってくるかもしれないよ」お昼が覗きに来るまでおぶんはそのままぼんやり座っていたごはん時もたったであろうか肩をたたかれて振り向くとお昼が来ていた風の音がひどいので呼ばれたのが聞こえなかったらしい おひろは、お湯へ行きましょう、と言った。空模様がおかしいから、降り出さないうちに行ってこよう、というのである。おぶんは、そうね、と気のない返事をした。おひろは、窓を閉めて座った。あんた、母さんのこと、今、聞いたでしょええ。とうぶんはうなずいた。わかったわ。 私、今、美の屋さん行って様子を聞いてきたの。と、お昼が言った。その話によると、途中で水に当たったらしいのよ。それを無理したもんだからすっかりこじらしちゃったんですって。ことによると、二三十日かかるんじゃないかって言うのよ。わかったわ。当分は頷いてお昼を見た。もう、けいちゃん、出かけたの わかってくれるわね。お金が出せないってこと。とおひろが言った。二三十日もかかるとすると、また届けなければならないかもしれないし。わかったわ。いいのよ、姉さん。その、りょうさんって人、あんたのお金を当てにしていたのおぶんは、いいえ、と首を振った。 いいえ、とおぶんは言った。まだ少し持ってるし、京安を回ってみるって。あたしにはお金の心配なんかするなって言ってたわ。お湯へ行きましょう。とおひろは立ち上がった。早くしないと降ってきそうよ。おぶんは疲れたように立ち上がった。雨が降り出したのは夜の八時ごろであった。 夕方かか、らしけ模様のせいかこの町へ入ってくる客もなく9時を過ぎると辺りの店は次々と表を締め出したお吉は落ち着かない様子で立ったり座ったりしながら「おけいちゃん途中で振られてるわね」とか「知らない宿屋で心細いでしょうね」などとしきりにおけいのことを心配していた。 あの人どうしたかしらおぶんはりょうすけのことを考えていた。自分がおきえなら、あの金を持って逃げたかもしれない。そしてりょうすけと二人でどこか遠くへ行って、二人だけで所帯を持ったかもしれない。そうかしらばか <laughs> ね。とおぶんは心の中で苦笑した。だってどうしてりょうさんと会うの 今、亮さんがどこにいるか分かりゃしないじゃないのそれにあたしにそんな度胸があるはずがないわそうよそんな度胸があるもんですかとおぶんは思った「おけいちゃん面白いこと言ってたわ」とお吉がお披露に行った着物をお着替えながらよ姉さん姉さんにあんたの性分知ってるって言われた時ね ちょうど何か食べちゃった後でその中に毒が入ってたって言われたみたいな気持ちがしたってお昼は黙って帯の繕いをしていた10時になると店を閉めて寝ることにした風は弱くなったが雨は土砂降りでお吉の部屋で雨漏りがするらしく手桶だとか金だらいだとか言って騒ぐのが聞こえた おぶんは亮介のことが気になりことによると来るのではないかと思って十二時の鐘を聞いてからもかなり長いこと眠れなかった夜の明け方から暴風雨になったすごいような烈風と豪雨でそれが夕方になってもやまず佃町の端にある漁師の家が倒れたとか 不動様の大屋根の瓦が飛ばされたとかどこそこの橋が流されたなどという噂が伝わってきたお吉は「これじゃあお湯屋さんへも行けないわね」とのんきなことを言っていたが日が暮れてしまいますます激しくなる雨風の音を聞いていると次第に不安になったようで「私ちょっと様子を見てくるわ」と言い出した「危ないからおよしなさい」 と、ヒロが止めた。この風では何が飛んでくるかわからないじゃないの。少し落ち着いて座ってらっしゃいな。だが、お吉は出て行った。尻はしょりをし、頭から雨がっぱをかぶり、はだしで飛び出して行った。まもなく飯炊きのばあさんが、帰ってもいいでしょうか、と聞きに来て、風はもうまもなくやむだろう。 と言った。おひろが「水は大丈夫かしら?」と聞くとばあさんは「ここは大丈夫だ!」と受け合うように言った立川の周りや八犬堀の辺りはすぐに水がつくけれどもこのくらいのしけでここが水につかったことはない20年ぐらい前に一度あったが「それも床下まででしたよ」と言って帰っていった それからかなり経って、お吉がずぶ濡れになって戻った。風でカッパを吹き飛ばされたそうで、頭からぐっしょり濡れ、どまへ入ってくるなり鳴き声を上げて、大変よ、お姉さん逃げなくちゃダメよと叫び立てた。黒い橋も八幡橋も落ちちゃって、永隊の方へはいけないのよとお吉が言った。近所でもみんな逃げ始めてるわ。早く逃げないと、 大変よ姉さんそしておひろの落ち着いた様子を見ると「私先に逃げるわ」と言い濡れた体で裸足のまま自分の部屋へ飛び込んでいったおぶんはおひろを見たおひろは舌打ちをし「大きななりをして」とつぶやいたがふとおぶんの目に気がつき あんたも一緒に行ったらどう?」と言った「姉さんは?」と分が聞いた「私はダメよ私は店を預かってるんだもの」とお昼は落ち着いていた「こんな雨風ではもう荷物だって出せやしないし店を開けて出るわけにはいかないわ」「私もいるわ」と分は言った「水は大丈夫だ」って今ばあやさんが言ってたし バさんはこの土地の人ですもの大丈夫だと思うわそりゃあ私だって大丈夫だとは思うけれどでも当博はおぶんの目を見守ったあんたはもしかしたら亮さんという人が来るとでも思ってるんじゃないのわからないわと文ぶんは目を伏せた ももしもそうなら逃げる方がいいわよどどうしておひろが「私は来ないと思う」と言いかけるとお吉が大きな風呂敷包みを背負って出てきたおひろはびっくりしたように「まあ」と声を上げた「あんたそんな大きなものどうするのだって」とお吉は泣き声で言った。 だって大水になれば流されちゃうじゃないの。バカね。そんなに背負い出したって、この雨では堀を渡るまで濡れちまうわ。同じことだから、置いて行きなさいな。だっておけいちゃんのものもあるのよ。いいから置いて行きなさい。どっちみち水浸しになるのならわざわざ思い思いすることないじゃないの。バカな人ね。とおひろが言った。しかしお吉は背負って出た。 流されてしまえばおしまいだけれど、濡れるだけなら、染み出しにやればいい、と言い、頭から手ぬぐいをかぶって、肥えた体をよろよろさせながら出て行った。バカな人ね、とおひろが言った。どこへ逃げるつもりかしら。それが七時ごろのことであった。向こうの絹屋から女が来、 の屋から人が来た。いずれも逃げようという誘いだったがお昼はもう少し様子を見ると断った9時頃に2人で食事をし「寝るわけにもいかないわね」などと言っているうちに野蛮のカネさんという老人が来て「畳を上げる方がいい」と言った12時頃が満潮だから音によると 高潮が来るかもしれない。大川の上の方から来る水なら、帰ってここは大丈夫だが、海から高潮が来ると危ない。自分が手伝うから、念のために畳を上げておこう。そう言って二人を立たせた。それから約半時、友部屋へ炭草二さを移し、その上へ畳を積み、さらにその上へ、 タンスから抜いた引き出しや衣類の包みや、飯筆や食器などをあげた。金さんは満足そうに、もしも水がついたら、その畳の上へ上がっていればいい。まさかそこまでつく水もないだろう。と言って、吹き降りの中を去っていった。そして午前一時ごろ。金さんの心配した高潮が来た。 それは普通の出水とは違っていたお内緒に一畳だけ残した畳の上で二人が茶をすすっていると急に風がやみ雨の音がまばらになったおぶんがあら風がやんだわと言いおひろが雨も小降りになったじゃないのと言った風は吹き返してきたが間もなく本当に収まり 雨もすっかり小降りになった。やれやれ、人騒がせなことするわ。とおひろがあくびをし、まるでバカにされたみたいじゃないの。と言いかけて、はっと口をつぐんだ。風が止んで、急にしんとなった戸外の、かなり遠いところで、早鐘の鳴る音が聞こえたのである。他の音ではない。確かに早鐘である。 おひろは立って廊下へ出た。おぶんは座っていたが、すぐ裏手で人の声がし、ザブザブと水の中を歩くような音が聞こえた。そうだ、八幡様だ。と裏で言っていた。急いでな、八幡様だぞ。そこへおひろが戻ってきた。土間が水よ。とおひろが言った。土間が水でいっぱいよ。高潮らしいわ。 十。おひろとおぶんは屋根の上にいた。まだ午前二時ごろであろう。押してきた水は静かだったが信じられないほどの速さで傘を増し、二人が引き窓から屋根へ抜け出すまでに半時とは立っていなかった。おひろは上がってしまい、おぶんは落ち着いていた。 暴風雨はきれいに去って空には星がきらめいていたおそらく他にも屋根に登っているものがありそれを拾って回るのだろう門前町の向こうの方で炉の音や人の呼び交わす声が聞こえたお広はその度に立ち上がって声いっぱいに何度も叫んだ声の枯れるほど叫んだがこっちへ船の来る様子はなかった 水は軒までついていて時々家全体が身震いをしギシギシときしんだ「いいわよ姉さん」と分ぶんが言った「呼んだって聞こえやしないわ」「水だってこれ以上上がりやしないわよ」おひろは腰を下ろし辺りを眺めながら「みんな逃げたのね」 とつぶやいた。前も左右も軒まで水に浸かった屋根ばかりで星明かりに見えるそのひっそりとした無人の屋根が見慣れないためだろうがひどく不気味に思えた「おぶんちゃん?」とおひろが調子の変わった声で呼びかけた「あんたこの間おけいちゃんの言ったこと聞いたでしょう」。おおは振り向いておを見た。 私が嘘をついてるって、受け育ちだってえな嘘だってこと。とおひろはしゃがれた声で言った。旗本の跡取りと駆け落ちしたことも嘘だって。私には夫も子供もないし、仕送りをしているって言うのも嘘だって。おけいちゃんの言うの聞いたわね。聞いたわ。 おぶんはうなずいた。おけいちゃんどうかしていたのよ。いいえ、ほんとなの。ほんとだったのよ。とおひろがさえぎった。おけいちゃんの言う通り。私は武家育ちでもなんでもないし、病気の夫も子供も、ありゃしないの。仕送りするなんて言って稼いだものをみんな貯めているっていうことも、ほんとなのよ。 だって姉さん、当分は不審そうにお昼を見守った。だってそんなことは、私そんなこと本気にできやしないわ。恥ずかしいけれど、本当だったのよ。わからないわ、当分が言った。もしそうだとして、それが姉さんの得になるわけじゃないでしょ 生きる頼りよ生きる頼りだったのとおロが言った初めは人からバカにされないためにこしらえた嘘だったけれどしまいには自分でも本当のように思えてきたのおけいちゃんにああ言われるまでは自分が本当に武家育ちで病気の夫と子供に仕送りをしているんだっていう気持ちがしていたのそれが私の また一つの生きる頼りだったのよおぶんは黙っていてそれから「でも」とおひろに聞いた「でもどうして今私にそんなことを言うの?」言いたくなったの嘘をついたままで死にたくなかったからよ死ぬって。 ねえさん、例えばの話よ。とおひろは水面を見合った。もしかしてこの水でもちろんそんなことはないだろうけれどでももしかということがあるからおぶんが黙ってと手をあげた暗がりの向こうにおーいという声がし パパシャパシャャと水をかく響きが聞こえた「おーい!」とその声は叫んだ「ツタヤの人いるか?」と叫ぶのが聞こえたおぶはあっと声を上げ「りさんだわ」と言って立ち上がった「りょうさーん!」とおぶが絶叫した「こっちよ!」 りょうさーんあたしいるわよおぶんはふるえだした足がすべりそうになり片手で胸を支えた「あの人来たわ」とおぶんはふるえながら夢中のようにつぶやいた「あの人来てくれたわやっぱり来てくれたわ」 そして繰り返し涼介に叫びかけ、水音はこっちへ近寄ってきた。それはじれったいほどのろく、パシャパシャと水音をさせながらようやく近くなり、やがてそこへ来た。待ってたのよ、とおが言った。凌さんが来るだろうと思って、私待ってたのよ。 船が軒にどしんとついたそれは乗り取りに使う小さな平底舟で彼は竿でも炉でもなく貝を持っていた「涼介はこんなもので漕いできたんだよ炉が使えないからね」と言った「まさか言おうとは思わなかったけれどそれでも念のためにと思ってね嬉しいわ嬉しいわ涼さん オブンは手をを伸ばししながら泣き笑いをした。私「私もう会えないかと思ってたのよ」。凌介は片手で屋根につかまり足で船を支えながらおぶの手を握って「おと言った「お前だけじゃないんだなお宏姉さんよ。そいつは」と彼は口ごもった。 俺は船が焦げねえし、この小さな船で三人となると、あたしはいいのよ。とおひろが首を振り、いいえ、いいの。とおぶんが何か言いかけるのを強く遮った。あたしは、店を預かった責任があるもの。いいから、おぶんちゃん、言ってちょうだい。おぶんは、だってそんなこと。 と泣き声をあげ、おひろは寄ってきて片手でおぶんの肩をつかみ「よく聞いて」とその耳へ口を寄せてささやいた「この水の中をきてくれたこと忘れちゃダメよ」「これが真実っていうものよ」「おぶんちゃん私いつか何もかもつゆのひぬまのことだなんて聞いたふうなこと言ったわね」 あれは取り消してよ。おひろの喉が詰まり、くっと言って名を続けた。あたしにはそうだったけれど、そうでない場合だってある。あんたはきっとそうじゃないわ。二人でやってみるのよ。二人で。わかるわね。おぶんが、姉さんと言い、おひろは、 持っていた財布をんの懐へ押し込んだ。その財布はかなり重くおろは「私のためたものよ」とささやいた「二人の役に立ててね」とささやきそれから凌介に向かって「おぶんを乗せるように」と言った「すぐ他の船をよこします」と凌介はおろに言った「すぐによこしますから」 待っていてください。さあおぶんちゃんおぶんは逆らったがおひろに押されりょうすけにどなられて半ば無理やりに船へ乗せられた頼んだわよおひろが叫んだりょうさんおぶんちゃんを頼んだわよ。介の答える声より おぶんの鳴き声の本が高かったその鳴き声とパシャパシャというやかましい水音が次第に遠のいてゆきおひろはまた屋根の上へ腰を下ろした「ひとりぼっちね」とおひろはゆっくり辺りを眺め回し それから空を見上げてつぶやいた。お星様が綺麗なこと。 今回の朗読はいかがでしたかそれではまた次回お楽しみに